巡回セールスマン問題を総当たりで解く場合のイメージ。左側で一つずつ探していき、より効率のいいルートが見つかった場合、右側のグラフが更新される。巡回セールスマン問題は、都市の集合と、角に都市間の移動コストが与えられたとき、すべての都市をちょうど一度ずつ巡り出発地に戻る。巡回路のうちで総移動コストが、最小のものを求める組み合わせ最適化問題である。 問題例の大きさは都市の数で表される。この問題は計算複雑性理論において NP 混乱と呼ばれる問題のクラスに属する。すなわち、問題例の大きさに関する決定性の多項式時間アルゴリズムが見つかりそうにない計算量的に混乱な問題である。なお、この問題の特殊ケースとして考えられるハミルトン。ヘイ路問題は NP 混乱であるとともに、 NP 完全と呼ばれるクラスにも属するので扱いが異なる。都市間の移動コストが三角不等式を満たす、すなわち移動コストを距離と呼べる部分問題も NP 困難である。都市を平面上の点、都市間の距離を平面上のユークリッド距離とする部分問題は最も直感的で理解しやすいが、これも NP 困難である。この部分問題は平面 TSP などと呼ばれ、 実用上の応用も多く、またベンチマークの問題例としても、距離関数の定義が自明なため頻繁に現れる。都市の間の移動コストを1、または2に制限しても、この問題は NP 困難である。ハミルトンヘイ路問題は、移動コストを1、または無限大に制限した TSP とみなすことができる。一方で、制約のない巡回セールスマン問題の直接の 応用事例はないと言っても良い。逆に実際の応用事例では、より複雑な定義で、配送計画や表面実装ロボットの動作計画などに適用される、すべての経路を計算することで最適解を得る手法は、次回計算量は O、ディスプラスタイル O であり、都市数の増加に対して、時間計算量が急速に増加するため、都市数が20以上になると、現実的でない。 比較的効率的なアルゴリズムとしては、時間計算量と空間計算量が共に、O、ディスプラスタイル O である動的計画法を用いたヘルドカープのアルゴリズムが存在する。NP 困難な問題は、任意の大きさの任意の問題例に対しての多項式時間アルゴリズムが存在しないと考えられているが、巡回セールスマン問題の場合、 約2000都市以内の比較的小さい問題例に対して、あるいは問題例によっては解が得られないことがあっても良いのであれば、線形計画法と論理機を組み合わせた分子限定法や線形計画法と巡回群を組み合わせた切除平面法により、パーソナルコンピュータでおよそ1日以内で厳密解を得られることが多い。厳密に最適解を求めることを放棄して、 計算時間を短くする方法は、リンカーハンアルゴリズムなどの局所探索アルゴリズム、焼きなまし法、ホップフィールドネットワークあるいは、ボルツマン機械などのヒューリスティックアルゴリズムと、出力される解のコストと最適解のコストとの差を、何らかの形で保証する多公式時間禁止アルゴリズムの二つに対別できる。より複雑な定義の問題を扱う解法としては、 欧州では前述した分子限定法、切除平面法、分子カット法といった厳密解法を用いることが多く、アメリカ合衆国では遺伝的アルゴリズム、タブー探索といった厳密に最適な解を保証しないヒューリスティックアルゴリズムを用いることが多い。三角不等式が成り立つ TSP については多項式時間禁止アルゴリズムが数多く存在する。 例えば近似アルゴリズムが2のアルゴリズムや近似度1.5のアルゴリズムが知られている。近年、平面 TSP には近似率を22に1に近づけることができるアルゴリズム多項式時間近似戦略とスガーローラによって与えられた。ハミルトン平路問題を考えれば三角不等式が成り立たない移動コストを持つ TSP の問題には 禁止アルゴリズムを定数倍以内に保証できる多項式時間アルゴリズムが存在しないことは明らかである。ありがとうございます。